여러분 안녕하세요. 쉬워요 한국말에 잘 오셨습니다. 미나산 건니치와 쉬워요 한국말 야사시 한국어에 요코소. 今日は 기대を 알아와스 표현이야 후가노を 알아와스 표현을 소개します. 일본어で 何々しません 何々じゃありません 苦ありません という 否定を 表す 表現は 何々ちあなよ あんあよおよの 2種類 があります ちあなよ あんあよおよ は どっちも 意味は 同じですが ちあなよ は 少し 硬い 会話や 書き言葉で あんあよおよ は 砕けた 会話で よく 使われます 何々できません という 不可能を 表す 表現も ち 못해요, 못, 아요, 어요の 2種類가 あります. これも 意味は 同じですが, ち 못해요 は, 硬い 会話や 文章で, 못, 아요, 어요 は, 砕けた 会話で よく 使われます. はい, それでは 作り方を 見てみましょう. ち 않아요 と, 안, 아요, 어요 は, 形容詞 と 動詞に 付けます. ちあなよは語尾の「た」を取って「ちあなよ」をつけます。「あんあよおよ」は「へよたい」つまり「あよおよ」の前に「あん」をつけます。「ちもてよ」と「もあよおよ」は動詞につけます。「ちもてよ」は語尾の「た」を取って「ちもてよ」をつけます。 못아요어요は、へよたい、아요어요の前に、못をつけます。ちあなよと、あんあよおよは、自分の意思で何々しないという意味なんですが、ちもてよ、못아요어요は、自分の意思とは関係なく、状況が許さなかったり、あるいは能力が足りないので、何々できない。 という意味になります。例えば、결혼안해요というと、これは自分の意思で結婚しないという意味なんですが、결혼못해요というと、これは結婚はしたいけれども、能力が足りなかったり、事情があって結婚できないという意味になります。両方意味に違いがありますので、 안と門の使い方には十分気をつけてください。はい、それでは具体的な例を見てみましょう。次の単語を否定表現に変えてみましょう。まず、ボダ。ボダは見るという意味ですね。はい、ボダタの、ボダ、語尾のタを取って、ちあなよをつけると、 ポジアナヨになります。また、ポダのヘヨタイはパヨですから、パヨの前にアンをつけると、アンパヨになります。次に、イッタ。イッタは読むという意味ですね。はい、語尾のタを取って、ジアナヨをつけると、イッチアナヨ。イッタのヘヨタイはイルゴヨですから。 イルゴヨの前にアンをつけるとアンイルゴヨになります。はい、次にクダ。クダは大きいという意味です。語尾のタを取ってジアナヨをつけますとクジアナヨ。じゃあクダのヘヨタイはコヨですから、コヨの前にアンをつけるとアンコヨになります。メッタは 辛いという意味です。じゃあ語尾の「た」を取って「ちあなよ」をつけますと「めっちあなよ」。めったのヘヨタイは「めわよ」ですから「めわよ」の前に「あん」をつけると「あんめわよ」になります。ここで否定語が別に存在する一部の形容詞と動詞には「あん」をつけられないので 注意してください。例えば、間は知る、わかる。
という意味で、モルダは、知らない、わからないという意味ですが、アイダの否定はアンアラヨではなくてモラヨになります。モルダの否定もアンモラヨではなくてアラヨになります。アンアラヨ、アンモラヨという言い方はありません。はい、次にイッタ、オッテ、オッタも同じです。イッタはある、いる、オッタはいる、あ、オッタはない、いないという意味ですが、イッタの否定はアンイッソヨではなくてオプソヨ、オプタの否定はアンオプソヨではなくてイッソヨになります。アンイッソヨ、アンオプソヨという言い方は使いません。これはちょうど日本語も一緒ですね。例えば行く、かだ、行く、行くの否定は行かない、食べるの否定は食べないですが、あるの否定はあらないではなくない、ないの否定はあるですね。はい、次にもう一つ注意しなければならないのは、二文字以上の漢字語プラス肌動詞の場合は、あんが初めにつくのではなくて漢字語と肌の間に入ります。例えば運動肌は運動するという意味です。さあ、運動するで二文字プラス肌動詞なので、案が前につくのではなくて、漢字語と肌の間に入ります。ですから案運動へよではなくて運動案へよになります。これはどうですか？친절하다。はい、친절하다は親切だという意味です。二文字の漢字語プラス肌の形なんですが、これは動詞ではなくて形容詞なので、안は前に、初めにつきます。ですから안친절해요で OK です。はい、それでは次行きましょう。今度は、この単語を不可の表現に変えてみます。가다は行くという意味です。語尾の다を取って지못해요をつけると가지못해요になります。また가다の헤어타이は가요ですから、가요の前にもをつけると못가요になります。はい、次に쉬다。쉬다は休むという意味です。자、語尾の다を取って지못해요をつけると쉬지못해요。쉬다の헤어타이は쉬어요ですから、쉬어요の前にもをつけると못쉬어요になります。次に읽다。읽다は読むという意味ですね。語尾の다を取って지못해요をつけると읽지못해요。읽다の헤어타이は읽어요ですから、자、읽어요の前に못をつけると못읽어요になります。はい、それでは練習に行きましょう。先に読みますので聞いてみてください。자、바쁘지않아요、어렵지않아요、친하지않아요、안바빠요、안어려워요、안친해요。意味は同じですね。はい、바쁘다は忙しいという意味です。忙しくないですは、자、바쁘지않아요、または안바빠요と言います。어렵다は難しいという意味です。難しくないですは어렵지않아요、または안어려워요と言います。次に친하다。친하다は、親しいという意味です。一文字の漢字語プラス肌の形ですね。これは形容詞で、まあ、二文字の漢字語でもないので、안は、間に入るのではなく前につきます。さあ、親しくありませんは、친하지않아요
と言います。あるいはアンチネヨと言います。今度はですね、これに、あまりあるいはそれほどという意味を持つ副詞ピョルロをつけてみます。ピョルロ바쁘지않아요ピョルロ안바빠요ピョルロ어렵지않아요ピョルロ안어려워요ピョルロ친하지않아요ピョルロ안친해요ピョルロ바쁘지않아요와아마리이소가시고아리마센아ピョルロ안바빠요뭐아마리이소가시고아리마센ピョルロ어렵지않아요ピョルロ안어려워요안어려워요와아마리難しくありません。ピョルロ친하지않아요ピョルロ안친해요와아마리親しくありませんという意味になります。はい、次行きましょう。先に読みますので聞いてみてください。하지못해요먹지못해요마시지못해요못해요못먹어요못마셔요。はい、意味は同じです。하다はする、하지못해요못해요はできませんという意味です。먹다は食べる、먹지못해요못먹어요は食べられませんという意味です。마시다は飲む、마시지못해요못마셔요は飲めませんという意味ですね。はい、今度はここに、うまくあるいは上手にという意味を持つ副詞ざるを前につけてみましょう。はい、じゃあざる하지못해요、ざる먹지못해요、ざる마시지못해요、ざる못해요、ざる못먹어요、ざる못마셔요。意味は同じです。はい、ざる하지못해요、ざる못해요は上手じゃありません、または下手ですという意味です。例えば요리를잘못해요、これは料理は上手じゃありません、料理は下手です。한국말을잘못해요、韓国語は上手じゃありません、韓国語は下手です。あるいは運動을잘못해요、または노래를잘못해요のように使えます。はい、次に잘먹지못해요、잘못먹어요、これはよく食べられません、あるいは苦手ですという意味になります。例えば김치는잘먹지못해요、納豆는잘먹지못해요、これはキムチは苦手です、納豆は苦手ですという意味になります。はい、次に잘마시지못해요、잘못마셔요、これはあまり飲めません、つまりたくさんは飲めませんという意味になります。술은잘못마셔요、お酒はあまり飲めません、たくさんは飲めません。소주는잘못마셔요、焼酎はあまり飲めませんという意味になります。はい、次行きましょう。次は練習問題です。はい、次の文章を、否定の表現や不可能表現に変えてみましょう。1番からです。음식이입에맞다、자음식は食べ物という意味ですね。はい、漢字語で飲食と書きます。음식이입에맞다、입は口、맞다は合う、입에맞다は口に合うという意味です。じゃあこれを、食べ物が口に合いませんという表現にすると、음식이입에맞지않아요、あるいは안맞아요になります。はい、次に이제담배를피우다、이제はもう、あるいは、今はという意味があります。담배를피우다はタバコを吸うという意味ですね。はい、もうタバコを吸いませんに変えてみましょう。이제담배를피우지않아요、あるいは이제담배를안피워요と言えばいいですね。
次です。 한국어는 어렵다. 한국어, 韓国語, 어렵다, 難しい. 자, 韓国語は 難しくありません. に変えてみましょう. 한국어는 어렵지 않아요. 아니면 한국어는 안 어려워요. に나ります. 次は, 자, 不可能表現に変えてみましょう. 4번. 지금 전화를 받다. 지금와 이마. 전화와 전화. 자, 받다와 もらうとか受けるの意味がありますが, 전화를 받다와 電話に出るという意味です. 今電話に出られませんという表現にすると, 지금 전화를 받지 못해요. または 지금 전화를 못 받아요. ですね. 次です. 5번. 한자를 읽다. 한자와 漢字. 읽다와 読む. ですね. 자, 漢字を読めません. 漢字が 読めません. は, 한자를 읽지 못해요. 아니와 한자를 못 읽어요. と言えばいいです. 次に 6번. 아무것도 먹다. 아무것도, 아무와 どんな, 것과 뭐노, どんな 뭐노모, 즉 아무것도와 나니모 という 의미になります. 자, 아무것도 먹다와 食べる, 나니모 食べられません という 表現に してみましょう. 아무것도 먹지 못해요. 아니와 아무것도 못 먹어요. になります. 次ですね. 아침에 일찍 일어나다. 아침과 아사. 자, 일찍과 하야쿠 일어나다 오키르. 아사 하야쿠 오키르. 자, 아사 하야쿠 오키라레마센 という 표현이 変えてみましょう. 아침에 일찍 일어나지 못해요. 아니와 아침에 일찍 못 일어나요. になります. それでは 確認 문제에 行きましょう. 日本語を韓国語に直してみてください。 1番 タバコは健康によくありません。 자, よくありません。 これが否定表現ですね。 담배는 건강에 안 좋아요. 자, 타바코와 담배です. 健康は 건강と言います. 자, 何々に よくありません. にに当たる助詞は a ですね. 건강에 안 좋아요. これが よくありませんです. 次に 2番. お酒は全然飲めません. じゃあ これは 술은 전혀 못 마셔요. 자, 술과 お酒. 全然は 전혀と言います. あまりは 별로. よくは 잘だったんですね. 자, 全然は 전혀です. 一緒に覚えておいてください. もん 마셔요. これが不可能表現ですね. 飲めませんは もん 마셔요です. 次に 3番. 肉はあまり好きじゃありません. 好きじゃありませんが 否定表現ですね. 고기는 별로 좋아하지 않아요. 肉は 고기. 별로, 아마리. 자, 스키자 아니마센와 좋아하지 않아요. 됐네. 次です. 골프가 できません. できませんは 不可能表現です. 골프를 못 쳐요. と言います. 골프와 골프と言います. 또, 골프를, 자, 쳐요노. 기본계와 치다 ですが, 골프をするを 골프를 치다と言います. この치다には, 볼을打つという意味があります. 例えば, 테니스をするは 테니스를 치다になります. 바드민턴をするは 배드민턴을 치다. 핀퐁をするも, 핀퐁をするも, 탁구를 치다になります. 동시에 気をつけてください. するは 쳐요, 치다ですね. 次行きます. 5番.
発音があまりよくありません。 자,よくありません。 これが 否定表現ですね。 발음이 별로 안 좋아요. 발음과 発音です. 별로 아마리 よくありません. 안 좋아요. はい,次です。 デザインが 気に入りません. これはどうなりますか? デザイン이 디자인이 마음에 들지 않아요. 디자인을 디자인と言います. 디자인. 하이, 次に 마음은 心ですが, 気に入る을 마음에 들다と言います. ここでは 気に入りませんという 否定表現ですから, 마음에, 자, 마음에 들지 않아요になります. 하이, 皆さん, いかがですか?だんだん語彙が増えてきたんですが、今はなるべく語彙の量を増やすことが大切ですね。頑張って覚えてください。今日はここまでです。じゃあまた会いましょう。여러분, 또 만나요.